毎度オリバーです、今日はですね舞鶴に来ております。ただいま舞鶴リバーサイドマリーナで、作業をしてもらってですね、作業終わりましたので、これから、帰るとこなんですけれども、まあちょうど今お昼12時40分ということで、まだちょっとね帰るのには早いな、せっかくここまで来てるんでちょっとうろちょろしようかなと思いましてですね、ビデオを回しております。はい、ではとりあえずねマリーナから、脱出しましょう。今日はね、今作業終わって、トラブルシューティングで来たんでね、で、ついでに定期メンテナンスもしましょうかということで来たんですけれども、ちょっと、定期メンテもできないぐらいのトラブルが起こってたので、とりあえず今日はもうここで、試合終了となりました。また次の作戦をね立てて、また再び来るというようなことになるんですけれども、さっきねすっごい雨降ってましてね、この水たまり見てください。これだいぶ水引いた方ですけれどもね、これでもねもうね洗車機の中におるんちゃうかっていうようなぐらいね、もうすごいもうこの窓がね雨ですごかったですね。もう前なんか見えない、あの車絶対走れないぐらいのね大雨が出ました。鈴木、そうです鈴木の、はい、もし仮にマリーナから依頼したらそのお願いできる？あ、それはできますよ、はい、ね、やっぱり知りますけどこれ鈴木は何とかあるんやろか。でもやっぱり土日は外したらしいです。そうですね、平日の方がいい。はい、わかりました。ありがとうございます。失礼します。というわけでマリーナの人とちょっと次のお仕事の打ち合わせをしました。ここのマリーナでちょっと一瞬知っとったと思うんですけどね、ドライブインだるまっていう、結構有名なねドライブインで、自動販売機のうどんとかね、ハンバーガーとか昔からあるね、そういう販売機もあるドライブインで結構有名でね、ドライブスポット、ツーリングスポットになってるところで結構楽しい。
多いですね。旅行客も多いです。あ、今日あれや。ブルーインパルスが来るとか、ブルーインパルスが来るから飛んで人は多い。ブルーインパルス見て帰ろうか、せっかくやから。そうしよう、そうしよう、ブルーインパルス見て帰ろう。素焼き海苔ってね、どうも名産なんかなと思ったら、出雲って書いてます。ここの名産ちゃいますわ。素焼き海苔スーパーで売っとったから、名産コーナーで売っとったんだよ。これカレー焼きそば、宮津カレー焼きそば、これはここの名産やね。これだけですわ、カレー焼きそば。これはお土産です。で、素焼き海苔もね、お土産にと思って買うたんですけど、出雲って書いてますよ。出雲行ったことにしましょうか、出雲大社に。じゃあ、いただきます。いただきます。うん、うまい。左手に天の橋立てが見えてるはずなんやけど、まあ見えてないけどね、もう大雨で。うん、さあ宮津のたこ焼きはうまいんでしょうか。結構ねべちゃべちゃのまま入れとったからね。あー、でもこうちょっと強いな、これ。いただきます、たこ焼き。いただきます。
悪くないじゃん。たこ焼き。うわこれはこう強いわこれ。団子やこれ。味は悪くないけどね。団子やなこれ。こう強いわ。舞鶴の方へやってまいりました。でとりあえず、まあ、道の駅舞鶴のね、道の駅トレトレセンターっていうのがあるのでそこに寄って、で何ぞ土産物でも見て、でその後、海上保安庁のね、保安部の舞鶴の基地があるのでその辺まで行って、でその後新日本海フェリーの、フェリーターミナルへ行って、それから帰りたいなと思います。フェリーターミナルでね、まあ、なんで行くかっていうと、立ち飲み仲間の人でね、先日定年退職されて、北海道へ何車でツーリングの旅に行こうかなとかいうような話をされてる人がおられまして、まあ、その人に新日本海フェリー のパンフレットがあったらそれをお土産に帰っていただけようかなと思いまして、フェリーの日のことを行ってみたいなと思っております。まあ実際ねフェリーで行かれるのか自走で行かれるのか、それとも飛行機で行って現地でレンタルバイクをするのか、いろいろいろんなプランをね考えてらっしゃって、このプランで行くかまだ決まってないねと言うてはりましたけれども、いろんなプランありなんでね、もう現地で他借りてねレンタバイクでぐるっと旅するのもいいよなと思いますね。で道中ね北海道まで飛行機でチャッと行ったら体も楽ですからね、まあ、いろんなプランがあるんですけれども、プランのうちの一つのねフェリー旅っていうのもプランに入ってはるんで、パンフレット持って帰ってあげましょう。トレトレセンターちょっと観光案内を見てると、海軍記念館っていうのがねこの近くにあるみたいなんですよ。ちょっとそこへ行ってみたいなと思うんですけど、ひょっとしたらねそこ3時までかも分かんないです。なんで、まあ、とりあえず行ってみましょう。14分で着くみたいな海軍記念館へ出てた方です。さあ、目の前に美術館がねちょっと見えてると思うんですけど、海軍記念館って何かあるって聞いたんでね、はい、明日また大体基本的に何時から何時まで、10時から14時にこの受付にしたら車を置くとこってあるんですか？まあ、ないんで、はい、これがパークの駐車場を止めてもらって、はい、歩いてくる感じで、はい、あ、またほんなら来ますわ、ありがとうございます。
終了しておりましたので、見ることはできませんでした。が、ここに、イージス艦が止まってるので、ちょっと見ましょうか。自衛隊の船がね、止まってて、ちゃんと映ってるかな、イージス艦とかね、なんか小さい船もいっぱい止まってますけど、今はね、海事の基地になってますけど、かつては日本海軍の基地でございました。海軍の博物館は入ることができませんでした。新日本海フェリーの乗り場の方へ行きましょうか。まあ、また改めてね、個人的にプライベートでゆっくり舞鶴も来たいと思います。新日本海フェリーのね、乗船受付の乗り場のところ、ちょっと資料とかもらいに行ってきました。まあ、なんかこの舞鶴観光のね、ご案内、赤レンガの博物館とか、あと舞鶴引き上げ記念館、これね、一回行ったことあるんですけどね、引き上げ記念館は。シベリア抑留のね、捕虜の人たちが、日本へ引き上げてきた時にね、舞鶴港へみんな帰ってきたんですよ。で、それの、資料をね、たくさん展示されてるところで、まあ、これは僕の母方のおじいさんが、まあ、戦争でね、陸軍だったんで、で、捕虜としてね、シベリアに、捕虜として抑留されてた時代がありまして、で、まあ、舞鶴からね、帰ってきたという話を僕も聞いたことあるんですけどね、まあ、そういった記念館で資料がね、いろいろ展示されてるところがあります。またね、これもゆっくりね、また行って紹介したいなと思いますね。さあ、とりあえずね、フェリーの資料、フェリーの資料と、ほんであと値段表とね、運行表とかもね、もらってきました。まあ、これはもう立ち飲み仲間のね、おじさまにプレゼントしようと思います。それからね、この小樽の観光ガイド、札幌の観光ガイド、あと尻べしの観光ガイド、あとこれ舞鶴のね、また観光ガイドですけども、こういうのたくさんね、いっぱいこんな冊子がね、無料でバーって並んでたんでね、とりあえずもらってきました。これね、舞鶴発で小樽行きとかね、あと敦賀から苫小牧とかね、こういうルートのね、フェリーがありますのでね、北海道行きはね、結構こっから行くのが便利ですね。で、思ったほど運賃高くなかったんでね、ビビるほどではなかったです。また興味がある人ね、インターネットで調べてもらったら料金出てますけれども、車で行っても
5万いくらとかそんなんやからね、片道。まあ向こうでレンタカー借りてね、何日も借りるんやったら、もうこっちからフェリーで行った方が安いかもしれんしね。まあそれは人それぞれやと思いますけれどもね。さあ、ほんならこれで使用任務完了。あと何、海保の船見に行く、海保の船見に行こうか。正面にね、映ってたあの船、教習揚陸艦かな、教習揚陸艦か、なんなんやろ。して改造中のあれかな、加賀とか日向とか出雲とかあの辺の船なんだ。ちょっと詳しいこと分かりませんけど、なんか作ってますね。まあとにかく日本は島国ですからね、海事の皆さんの力にかかっておりますので。こっち映ってるやつあれか、手前が補給艦で奥イージスやな、あれな、イージスが2隻止まってる感じですね。いやでもすごいな、軍艦楽しみですね、お米。そして、黒豆ひねり餅、まあ丹波ですけどね、 黒豆といえば、まあ、この辺は丹後なんでちょっとエリアは違うんですけれども、まあまあ黒豆美味しいのでね、この丹後とかこの辺に来た時は黒豆のお土産を僕は買いがちです。あんまり海の幸買わないんです。あと、出雲、護衛艦出雲の T シャツ、これをゲットしました。これ、ね、龍の絵が描いてるんですよ。いやこれね、出雲らしいですね。まあ古代史とかね、古代の神様の話とか詳しい人やったら分かると思うんですけど、出雲の神様といえば龍なんですよ。龍と蛇なんですよね。でお竜描いてるやんと思ってね、おええやんこれと思って、即買いました。これちょっとこれね、着るの楽しみですね。護衛艦出雲のね T シャツで、あとなんかまあもろもろ手拭いやらね、ちょっとこんな、ちょっと売ってたんで、買ってみました。手拭いはねちょっとこう工場のところに飾ってみたりとかしようかなと思いますのでね、また、飾った時は、またお披露目したいと思います。よし、では大阪に向けて帰りますよ、もう。はい、そういうことでですね、今回はですね、軽トラに乗ってですね、仕事終わりに、宮津と舞鶴の街をうろちょろしてきたというような動画でございました。
今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、とにかくね、舞鶴に行ってね、たくさん の自衛隊のね船とか見てね、ほんまに日本をね守ってくれてるんやなって。やっぱ自衛隊があってこそ ね日本の領土領空領海もね守られてますし、そして主権もね守られてるわけでですね、外国に侵略されへんようにね、しっかり日本の国土をね守っていただきたいなってね本当に思います。そして、今までもね、守っていただいて、今日もどっかでねひょっとしたら何か、起こってるかも分かれへんけども、僕らの目に触れないところでねいろいろとね、この我が国を守ってくれてるんやなと思ってね、すごい感謝の気持ちがね、強くなりました。ありがとうございます。今日はね、今回はこんな、動画となりました。またよかったらチャンネル登録、それから高評価いただけたらありがたいと思います。また、次の動画でお会いいたしましょう。大きにありがとうございました。さよなら。